はい、3つ目の理由としては、今しかないということですね。結構いろんなビザありますけど、まあ、中にはね、簡単な国とかあると思いますが、どんどんビザって今難しくなってきてるんですね。で、アメリカもそうですよね。アメリカもそのトランプ大統領になってから移民を結構受け入れなくしたりとか、現地のアメリカ人の雇用を生むために、移民の数を制限してると。で、オーストラリアもそうなんですね。僕が2013年に行った時ぐらいからすごく難しくなって、それまでは比較的永住権とか取りやすかったんですよね。今すごくオーストラリアも難しくなってきてますね。で、まあ今一番今難しいですけど、まあそのうち簡単になったりとか、そういうこともあるとは思うんですけども、それって予測することは結構難しいと思うので、今現状取りやすい場所に行って実際取るっていうのが一番いいのかなと思ってます。で、僕実はオーストラリアのビザ取れなかったんですね。結構難しいって知ってたんで、それと並行して他の国も考えてたんですね。で、昔から話に聞いてたんですけど、オランダはすごい簡単だっていう話を聞いてたんですね。で、オーストラリアのビザがダメだったので、すぐオランダに移行したんですね。オランダは今は結構比較的ビザ取るのは簡単ですね。で、僕びっくりしたのが、オーストラリアはビザ申請してから結構時間かかったんですよね。2、3ヶ月ぐらいは確かかかったような気がしますね。それまでずっとこうビザ降りるのを待ってたんですけど、まあ結局降りなかったんですね。で、オランダはね、すごかったですね。もう、さすがにね、ちょっと今、イギリスのブレグジットの問題で、結構、あと年末っていうのもあったんですね。そういうのが重なって、結構やっぱり混んでたんですね。だけど、こっちに着いたのが1月の末。で、移民局に予約を取らないといけないんですよね。で、それで予約をして、それがちょっと1週間ぐらい待ったんですよね。で、本来ならば、1日、まあ、次の日とか、まあ、アムステルダムの移民局はすごい混んでるので、1ヶ月とか、それぐらい待ったりすることもあるんですが、もうちょっと離れたところであれば、基本的に、まあ、次の日とか、まあ、2日後とか予約が取れるですね。ただそれでも僕1週間ぐらい待ったんですね。で、やっぱりすごい混んでて、移民の人がすごく増えてるっていう状況だったので、まあしょうがなかったんですけども、移民局に行ってから、まあ、申請してからもうすぐでしたね。労働許可が下りたのはもう2、3日後には労働許可が下りました。だからオランダに来てから10日後ぐらいですかね。もうめちゃくちゃ速くて、そのスピードがもうオーストラリアとかもう普通に何ヶ月かかりますから、もう神がかってましたね、そのスピード感は。で、それぐらい今オランダって比較的取りやすいんですね。なので、すごくおすすめなんですが、僕はいろんな国にこう住めた方がいいなと思っているんですが、オランダのいいところは5年住むと永住権が取れるんですね。取れるというか、まあ永住権、申請できる権利が得られるということなんですけども、オランダの永住権と一緒に、ヨーロッパの永住権も取れるんですね。これ非常にお得だなというか、魅力的だなと思って。オランダはすごくいい国なんですけども、やっぱり冬寒いんですよね。で、雨も多いし、で、ビーチ僕好きなんで、海とか、ちょっと離れてるんですよね。なので、僕結構スペインとかが好きで、よくイビサ島とかよく行ったりするんですけども、ヨーロッパの永住権が取れれば、もうどこでもヨーロッパ内では住めるんですね。これ、一番最初に言った選択肢が一気にこう広がる状況を作れるんですね。これはめちゃくちゃメリットあるなと思って、オランダの移住を決めたんですね。なので、例えばネットを使って仕事ができるね、職業であれば、ヨーロッパ内どこでも住めちゃうわけですね。これはもうすごくいいなと思って、永住権を取るために今オランダに住んでいます。で、
ただそれって、今の話なんですね。今現状は5年住んだら、永住権が取れるということなんですけども、例えばですね、この前 あのイギリスのブレグジットの件もそうですけど、何が起こるかわからないんですよ。あの先ほどの話もしましたけど、やっぱり、そういう風になってくると、もしかしたら僕が5年後永住権を取得できないかもしれないんですね。まあ、ないとは思うんですけどね。オランダが EU 離脱とかね、ヨーロッパの永住権が申請できなくなったりとか、そういうことも考えられるんですね。まあ、そのビザ関係っていうのは早ければ早いほどいいと思っています。僕がいる間にいろいろね変わらないでほしいんですけども、まあそういうこともあるので、まあ、3つ目の理由としては、あの今しかないということなんですね。今取ることが本当に重要なのかなって思っています。はい、まあ、この3つぐらいですかね、あのいろいろポイントを絞って あのお話ししましたけども、海外に行くにあたっていろんなこう問題があって、ハードルが高いなってい こう思う方もあの結構多いと思うんですけども、あの大体はテクノロジーが解決してくれると思っています。その言語に関しても、あの僕オランダ語は全然喋れないんですけども、あのもう今 Google 翻訳でもう全部翻訳してますね。あのスーパーとか全部オランダ語だったりとか、移民局から来る手紙とか、なんかそういったあのメールとか全部オランダ語なんですね。で Google 翻訳を使って、写真撮ってスキャンして、でそれを翻訳したりとかして、でリアルタイムでこうカメラ機能を使って、あのもう皆さん知ってると思うんですけども、あのリアルタイムで翻訳したりとか、で会話もとかも全部できるようになっているの で銀行口座を開くときもやっぱり専門用語とか多いじゃないですか。まあ、今まで香港とオーストラリアの銀行口座を作ったことがあるんですけども、やっぱり結構大変ですよね。もう Google 翻訳でコミュニケーション取れましたし、圧倒的に簡単でしたね。僕がそのオーストラリアと香港で作った時と比べて Google 翻訳で喋っていることは全部理解できるので、オランダも移民の国なので、まあ慣れてますよね。英語が喋れない人たちにすごく慣れてるので、一生懸命聞いてくれたりしますので、あのそこら辺は全然あの大丈夫ですね。もうテクノロジーが全部解決してくれると思います。で、あの仕事のあり方とかもやっぱり日本でなかなか仕事が辞めれなかったりとか、移住先に仕事がなかったらどうしようとか思う方も結構多いと思うんですけども、今回ですね、そのコロナウイルスすごく流行ってしまって、日本のそのいろんな大企業がテレワークで社員を勤務させるっていうあの発表をしましたよね。今回を機にそういったあの本当の働き改革っていうのが始まっていくのかなって思っています。テレワークで勤務するっていうこう発表したあの企業とかって確かその売り上げが落ちなかったんですよね、テレワークにしても。でこれってすごくすごいことですよね。テレワークでいいんだったらあのオフィスいらないんですよね。都内の一等地とかで、自社ビル持ってるあの企業とかいったらそれを持たなくていいわけですよ。そうすると、もう何億円っていうお金が浮くわけなんですね。でそれってその会社にとってはもうめちゃくちゃこうメリットがあるわけで、まあ社員としてもメリットがありますよね。どこでも働けるっていうのは家族と一緒にいる時間が増えるし、満員電車にも乗らなくてもいいし、でもみんなにこうメリットがあったりとかして、まあいろんな問題はあると思うんですけども、あの今後すごく普及していくのかなって、今回を機に、思いました。なので、今から準備をしていくっていうのはすごくあの大事なのかなって思っています。でいろんな働き方がありますし、もしかしたらその今働いているところで、テレワークが可能で海外に、移住しながら勤務してもいいよっていうそういった会社も出てくるかもしれませんし、いろんなその副業とかいろいろこういろんなことがこう仕事になってきているので、今からその準備をしていくのはすごくあの大事だと思っています。で海外にこう行く人があのどんどん増えていけば、あのいろんなこうアイデアがこう出てきて、まあ、いろんな成功する方たちもたくさん出てくると思うんですね。僕ができることって本当に全然ちっちゃいことですけど、例えばあのインターネットとかスマホがこう普及したことによって生活がこう変わったじゃないですか。まあ、いろんなことが便利になったりとか、
それこそ海外にこう行きやすくなったりとか、そういうことってすごくなんか面白いなってこう思うし、海外に出て成功する人たちがこう増えて、まあ、どん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 世界がこう面白く変わっていくっていうのをすごく僕はいいなってこう思っているんですね。今後はオランダのビザの取り方とかオランダ生活の雰囲気とかを動画にして発信していきたいと思っています。そうすることで皆さんに身近に感じてもらって少しでも海外移住のハードルが下がればなと思っています。こういった海外情報とか、あとここオランダなのでオランダの空港ってヨーロッパのハブって言われてるぐらい飛行機がすごくたくさん飛んでるんですね。なのでヨーロッパだともう比較的こうすぐこう日帰りでスペインとかなんかイタリアとか行けちゃうぐらい近いので、そういった海外生活とか日帰りの旅行動画とか、あとまあいろんなそのカメラとかそういうの好きなので、そういったものをいろいろこう紹介していけたらと思っています。ぜひそういうのに興味がある方いましたら、チャンネル登録をお願いいたします。あとこの動画面白いなと思っていただけたら高評価のボタンもお願いいたします。それではまた次の動画で。